では今回韓国で購入してきたものを紹介していきたいと思います。まずですね、ダイソーで購入したものになります。今回ねあまり買ってないんですけど、あのダイソーで、これお菓子ですね。これは薄いビスケットの中に薄いチョコレートが挟まっているやつになります。でちょっと美味しいと紹介されていたのでこれを買いました。大きめの箱でこういうのが9袋入っています。9袋です。でこの中にはちょっと開けてみますね。ぎっしりと6枚入ってます。ボロボロ落ちそうなこんな感じの薄いクッキーになります。サクサクで周りのクッキーがなんか香ばしくて美味しいです。ほぼねチョコレートの味はしないですね。周りのクッキーの味が多いです。美味しいです。で次にダイソーのいつものグミになります。これ小分けの袋が、6袋入ってるんですけど、このねあの1個の大きめの小袋を買いたかったんですけどなかったのでこちらを買いました。これ6袋入って3000ウォンということで300円ぐらいですね。これの味と、もう一個、クレープの味も買いました。そしてお菓子、このアメちゃんですね。これ2000ウォンになります。これは好きなんでいつも買います。あと文房具なんですけど、見えますかね。これ。なんかこうやって挟んで上のクリップみたいにして中に文字書けるみたいな感じです。ここのところにね文字が書ける。これ何回も使えると思うんですよ。消してねそういうのがにそういうのです。ピン止め、まあ、お土産ですこれは。で筆箱これ2000ウォンです。これもお土産。これ結構ねあのグーが全部入るぐらい大きい。ですけど、これ一つ2000ウォンになります。かわいいです。あとお菓子ですね。これグミ買いました。次はお菓子つながりで、スーパーで買ったものになります。ミョンドンのお菓子売ってるスーパーなんですけど、これガーナのクッキー生地の中に周りがチョコレートでコーティングされてるもので、これすっごいおすすめです。大好きなんですけど、いつもダイソーでこれがね、3000ウォンで売ってたんですけど、今回、なかったので、スーパーで買いました。スーパーだったら3500とか3600とかで売ってます。買いました。この乾燥のしたイチゴですね。これ1万ウォンなんですけど、ナンデモンシジャンで買いました。今回、ナンデモンシジャンが、夏季休業のところが多くて、あんまり店が開いてなかったんですけど、一応グラムもね、180グラムで1万ウォンになります。だいたい150とか160のところが多いんですけど、まぁ、ちょっと何軒か回って、ちょっと多いめのところ。でも、後でね、200グラムのところも見つけたので、そこで買えばよかったかなと思ったんですけど、まあ、一番あの見つけたところでは安かったので買いました。次にお菓子つながりということで、あのオリーブヤングでね買ったお菓子、まあ、カルメ焼きというかダルゴナなんですけど、これも大好きです。これねあの2つの値段で3つ買えるみたいなやつなので、3つ購入しました。1個2700とかだったと思います、はい、そしてじゃん、これめちゃくちゃ美味しいです。ハニーバターベーグルチップ、これはね大の袋の方になります。125g 入ってるところですが、こ
これが、安くなっててセールで3500ウォンだったと思います。ということで、2個買いました。ハニーバターね。でもう1個これちょっと似てるんですけど、これはガーリックバターベーグルチップということで、味が違うやつを買いました。すべてこれねセールで安くなってました。今回1個だけしか、まあ、マスク買わなかったんですけど、このマスクですね、なんかひんやりするマスクということで、これ5枚入ってます。5枚入って7000か8000ウォンだったと思います。セルフュージョン C って書いてあります。ちょっと火に当たった時とかにいいかなと思いました。それとあとオリーブヤングでね、あのインスタの登録をしたらもらえるっていうことで、このポーチですね、ミョンドンの一番でっかいオリーブヤングの2階のところに行ったらありました。こんな感じで蛍光の、これ色は選べないんですけど、で中にねあのコットンが入ってました、ね。まあ、無料ということで、これで柔らかいのでなんか使いやすいなって思います。次に高速ターミナルの地下街のゴトモールで買ったものになります。で、まあ、服ですね。このブラウス、青い薄いブラウスなんですけど、半袖のブラウスです。これが、1万5000ウォンになります。同じような素材の生地で、これはボーダーになります。こんな感じでこれも生地ぐらいまで長さがあります。であとは普通の T シャツなんですけど、これですね、クリーム色に緑で文字が書かれてます。でこれも T シャツ、まあ、絵が可愛いということで、こんな絵の T シャツです。これすごい大きいやつね、めちゃくちゃお尻隠れる長さです。そしてこれもこんな感じの可愛い T シャツ、そして次にこれなんですけど、これはシャツみたいな感じですね。前が T シャツ素材なんですけど、で後ろが普通の生地の素材で、なんかこんな感じワンピースとかにありそうな生地で、まあ、前後で生地の素材が違う。で後ろがなんかこんなくしゃくしゃな感じです。サイドからこんな感じでなってます。で下が紐が入ってて、あのちょっと絞れるみたいな感じで、これはね1万9000ウォンだったんですけど、ちょっとおしゃれかなと思って買いました。あとゴトモールで、ピンクのカーコパンツを買いました。これもマノンです。ここのポケットとここのサイドのポケットがあります。で一番下ね、こうやって絞れるようになってて、色も可愛いし、この素材もねサラサラしてて、いい感じだったのでこれを購入しました。帽子も買いました。これ全部ね、あのお土産なんですけど、こういうやつ、これねなんかシャカシャカした素材のやつで、これは5000ウォンになります。そしてこれが、7000ウォンですね。これは普通の布なんですけど、あのちょっとこうダメージ加工みたいな色が剥げてるのが可愛いかなと思います。次に今回初めてソンスドンっていうところに行ったんですけど、そこで買ったものを紹介します。まずこれが羊の革のバッグです。革製品のね、店が結構あったんですけど、そこの一つで買いました。この持つとこと肩掛けの紐がついています。で中はこんな生地になってて、布ですね。で1個だけね、中にねポケットがあります。でこれね、最初4万5000ウォンって言われて、
で安くしてって言われたら4万ウォンってなって、現金で払うからもっと安くしてって言ったら3万5千ウォンということになりました。でこれ結構ね、大きさが大きいので、たくさん物が入るからいいかなと思います。マチがこのぐらいですね、7センチぐらいですか、6センチ7センチぐらいあると思います。で、ソンスドンの、有名なパジャマ屋さんに行ったんですけど、これソウルの森っていうところの近くにあります。ソンスドンから一駅ぐらい歩くんですけど、街見ながら歩きました。でこれね、パジャマなんですけど、素材がね、ちょっとガーゼっぽい素材で、柔らか素材でいいかなと思いました。半袖で、下がね半ズボンになります。でサイズがね、これね、2と1があるんですけど、2が大きい方、L とか XL で、1が S とか M って言われたんですけど、寝巻きなんで ゆったり着たいかなと思って、私は2の方をしました。で色違いでこれ友達にあげようと思って買ったんですけど、青のものになります。これね、ここのパジャマ屋さんはだいたい3万ウォンぐらいでパジャマがあったので、なかなかいいかなと思います。いろんな種類があって可愛くて悩みました。ソンスドンで有名なところといえば、このフィーの、ショップがあるんですけど、もう若者でね溢れ返ってました。でもね、なんかその中をおばさんが頑張って行ったんですけど、こんな感じでね、これね、リップとチーク両方になるんですよ。16,500ウォンですね、これ。でね、色がね、こんなたくさんあって、全部試せるんですけど、このカードがショップにあるので、こうブルーベとかイエベとかでいろいろこんな色が合いますよみたいなやつが書いてあります。でこのショップに行くと、一つね買うと一つね、これがもらえるんですけど、これキーリングになってて、この色もねいろいろあって選べます。で、中ちょっと蓋してあるけど、このね、入れてもらう色を選べるんですよ。だから自分が買った色と迷ってたやつ、もう一個の方の色を、入れてもらいました。ちょっとお得ですね。カード1枚買っただけです。はい。次に、トンデモン総合市場に行った時に買ったものです。ワッペン屋さんがあるんですけど、ミョンドンより少し安いということで、これがニコちゃんのワッペンね、5500ウォンでした。でこういう小さいワッペン、これね、1つ550ウォンとかですね。で大きい一回り大きかったら1100ウォンとか2000ウォンになります。あとなんか英語とかハングルの文字ですね、小さいやつやったら300ウォンとかでありました。で、あとね、パーツがいろいろ売ってたので、それを買ったんですけど、このリボンのパーツと、このネックレスのパーツと、このリボンのやつをつけるためのこのパーツを買って、こんな感じで、ネックレスにしようかなと思って買いました。これが2000ウォンで、パーツがこれが1000ウォン、これが700ウォン。これはね、B棟の5階5051のお店になります。で、あと、これも組み合わせたんですけど、このパーツですね。見えますか？中にこうキラキラのが入った。これがね、700ウォンだったので、これを買って、あとこのチェーンですね。これ2000ウォンですね。から2700ウォンでこのネックレスを作ったということになります。で、あとはね、パーツじゃなくて、組み合わせたやつを買ったんですけど、ニコちゃんのキーホルダー。
これ色違いですね。めっちゃ可愛くないですか？これね、2500ウォンでした。あとお土産にこうやっていっぱい買ったんですけど。で、組み合わせたやつも売ってます。これも買いました。キーホルダーですね。これなんかね、1500ウォンでした。次に、ミョンドンのニューニューで買ったものです。1個しか買わなかったんですけど、ブレスレット。これが5000ウォンになります。そして最後に空港でね、この免税店うろうろしてて買ったんですけど、スワロフスキー、ね、箱が緑に変わったそうです。まずこのブレスレット、見えますか？新作ということで、新作なのに 30% オフになってましたので買いました。あと、これね。これネックレスなんですけど、こんな感じで、ちょっと長めの紐なんですよ。これを買いました。これも 30% オフで、2本で買ったら両方ともね、2万円超えるんですけど、まあ 30% オフで1万2000円とか1万3000円とかで、購入することができました。あと、まあ、韓国全然関係ないんですけど、コスメデコルテのパウダーですね。これも一度使ってみたいなと思ってたので、免税店で購入しました。以上が今回韓国で購入したものになります。じゃあ、また見てください。